吉村博文は、日本の政治家、弁護士、税理士、大阪府知事、日本維新の会副代表、大阪維新の会代表、大阪市長、衆議院議員、大阪市会議員、大阪維新の会政務調査会長、大阪維新の会政務調査会長、同代表代行を務めた。大阪深町長野市生まれ、河内長野市立千代田小学校、 河内長野市立千代田中学校、大阪府立育の高等学校を経て、1998年3月、九州大学法学部卒業。1998年10月、司法試験に合格し、2000年に弁護士登録。熊谷慎太郎弁護士の法律事務所に勤務。この時期に、広中厚一郎らと大手消費者金融、竹藤の訴訟代理人を務める。 竹藤の反社会的な取り立てや違法な業務などを告発したジャーナリストへの訴訟を担当したが、これについてはスラップ訴訟であるとの指摘も受けた。2005年1月、熊谷総合法律事務所から独立し、共同経営でスター総合法律事務所を開設。歌手の屋敷高人の顧問弁護士を務める。2011年、大阪維新の解放人で大阪市会議員選挙に、 北区選挙区から出馬し、当選。当時この選挙では、維新の候補者が足らず、屋敷高人が紹介した吉村を、橋本徹代表がくどく形で正解入りした。2013年5月からは、市議団政調会長を務めた。2014年、大阪市会議員を辞職。同年の、第47回衆議院議員総選挙に、維新の投稿人で大阪4区から出馬。 自由民主党前職の中山康秀に敗れたが、重複立候補していた比例近畿ブロックで復活し、当選した。衆議院議員在職中は、維新の党政庁副会長や、大阪維新の会の都構想推進本部の局長も務めた。橋本の信頼も厚く、大阪都構想の制度設計では、中心的な役割を担っていた。2015年9月26日には、 橋本の人気満了に伴う大阪市長選挙に大阪維新の会が吉村を擁立する意向が報じられる。10月1日に辞職願いを大島忠盛衆議院議長に提出し、同日許可された。11月22日投開票の大阪市長選挙に大阪維新の会公認で出馬し、自民党の推薦及び民主党大阪府連、日本共産党大阪府委員会の支援を受けた前。 大阪市議の柳本健、元北区長の中川洋蔵らを破り、当選した。12月19日、正式に大阪市長に就任した。史上初の大阪市会議員経験のある市長であり、中井光次以来の国会議員経験者の市長でもある。2017年、2025日本万国博覧会、誘致委員会副会長就任。2019年3月8日、 大阪と高層住民投票の実施をめぐる公明党との協議決裂を受け3月20日付での大阪市長の辞職願いを提出し統一地方選挙に行われる大阪府知事選挙に出馬することを表明した。これに対し大阪市議会は自民、公明、共産などの反対多数で不同意とした。維新は最後は選挙で決めていただくのが民主主義の根幹。 ニを改めて聞く、極めて真っ当な態度だと辞職に賛意を示した。公明は、大義なき選挙、税金の無駄遣いだ。ポストを私物化し、市長の立場より政治的課題を優先するのは、通り通略、あるまじき行為だと反対。共産は、自分勝手の極み、知事市長の職責はそんなに軽いのか、公選法の目的からも、 脱法的行為との批判は免れないと批判した。議会が辞職願いを不同意としたため、3月21日の府知事選告示日に市長を自動辞職した。市長としての在任期間は一期約3年3ヶ月であった。また、1971年以来48年ぶりに統一地方選挙の日程で大阪市長選挙が行われることとなった。 2019年4月7日に執行された大阪府知事選挙では、対立候補の小西定一に勝利し、第10代公選を大阪府知事に当選を果たし、翌日の8日に就任。公選の大阪市長を経験した者が高専の大阪府知事に就任したのは初めて。現職の都道府県知事の中では3番目に若い。同年6月、大阪維新の会の代表代行に就任。 同年8月には、日本維新の会の副代表にも就任。2020年11月1日、維新の党勢でもある、大阪都構想についての2度目の住民投票否決を受け、市民の判断を率直に受け止める。都構想再挑戦を僕がやることはないと述べた。11月21日、大阪維新の会の全体会議にて、片山はじめ大阪市議を破り、 住民投票秘訣の隕石で辞任した松井一郎の公認の党代表に選出された。第1波大阪モデル発表2020年に流行した新型コロナウイルスをめぐっては1月31日に感染防止のため関西国際空港に入国した中国からの乗客に災害備蓄用のマスク10万枚を無償配布することを決めた。3月13日には 新型コロナの特徴や弱点が見えてきた。急拡大する環境を作らず、社会活動を再開させることも重要。経済活動を戻すべき時期と判断したと述べ、不主催のイベントや休館中の府の屋内施設を21日以降、順次再開する方針を決めた。しかし、3月19日に厚労省から提供された資料から独自に判断をして、 20から22日の3連休について、兵庫で爆発的な感染がいつ起きてもおかしくない。大阪も増えており警戒しなければいけないとして、大阪と兵庫間の不要不急の往来は控えてほしいと呼びかけた。この呼びかけは、兵庫県への事前相談もなく言ったため、井戸都市蔵兵庫県知事も、同日、吉村の対応に不快感をじませた。また、大阪府は、 翌20日に具体的に大阪が挙げられており、専門家の提案や試算は重く受け止める必要があるとして、不主催のイベントの自粛を4月3日まで延長する方針を決めた。吉村は同日、厚生労働省の専門家の試算が盛り込まれた非公開前提の文書を公開したが、文書には大阪府、兵庫県内外の不要不急な往来の自粛を呼びかけると、 太字で記載されており、両府県内外の往来が、なぜ、府県間の往来に変わったのかについて吉村は、文字面を読めばそうなる、普通の日本人が読めば、大阪、兵庫間の往来と読めるとのベリユーを明らかにしなかった。しかし、厚労省は、趣旨は二府県間の往来ではなく、一般的な外出の自粛呼びかけだったと説明し、府庁内でも、 単に文言を読み間違えたのではないかとの指摘が相次いだ。その後、吉村は政治判断で大阪と兵庫に絞り込みをかけたと主張した。また、兵庫との往来のみを自粛要請したことで、結果的に京都府への人手が増えた。兵庫県は24日に自粛期間を31日まで延長することを決めたが、吉村は26日。 大阪府内での今の感染者数の推移では、今週末に外出の自粛をお願いすることはないと述べ、府内では現時点で外出の自粛などを求める状況にはないという認識を示した。しかし、27日に1日としては最も多い20人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたことを受け、同日午後8時半に翌28日、 29日の週末の2日間の不要不急の外出自粛を呼びかけた。4月7日には大阪府を含む7都府県について国が緊急事態宣言を発令したことを受け、同日以降、改めて府民に対して外出自粛を強く求めた。娯楽施設の休業要請については2週間から3週間の間に効果が見えてくる。それを踏まえて、 使用制限を判断すると述べ、経済への悪影響を懸念して、対象を絞りたい政府に配慮する形で、すぐさまに実施することを見送っていたが、10日に東京都が政府を押し切る形で幅広く休業を求める方針を決定したため、同日、前倒しして13日に実施するかどうかを判断する方針を明らかにした。4月14日には、 新型コロナウイルス感染症における予防ワクチン、治療薬などの研究開発のため、大阪府が大学や医療機関、大阪市などと連携、協定を締結したことを発表し、この中で吉村はワクチンの知見については、早ければ7月から開始予定。9月から実用化に向かう。年内には10万から20万単位で、 ワクチン投与させると述べたが、同年11月には接種開始時期について、来年春から秋頃になると聞いていると見通しを修正している。5月5日には政府が休業要請の解除基準を示さないことを理由に、大阪府独自に大阪モデルという数値的な指標を掲示した。主な自粛緩和の基準として、新規感染者の内感染経路不明者が10人未満。 PCR 検査において、コロナ陽性率が7%未満、重症患者用の病床使用率が60%未満、という3つの条件を7日連続で達成した場合、大阪府内の自粛要請を慎重に、経過観察しつつ、段階的に解除すると発表した。吉村はこの中で政府に対し、具体的な基準を示さず、単に延長するのは無責任だなどと述べたが、 西村康都市経済再生省は、休業要請は都道府県知事の権限で行うものだとする新型インフルエンザ等対策特別措置法の内容を説明し、自身で説明責任を果たすのは当然だ。何か勘違いされているんじゃないかと思うと不快感をあらわにした。この指摘を受けて吉村は後日、謝罪を行った。また、京都府の西脇高都知事は、 関西モデルを作れなかったのかとテレビ番組で問われた際、根回しや相談はなかったと説明した。吉村は大阪モデルの発表にあたり、具体的な数値や割合を出して判断ができるだけ恣意的にならないようにと述べていたが、5月23日にはモデルの基準を一部変更。この変更にあたっては、記者会見も専門家を交えて協議する。 対策本部会議も開かれなかった。これを受け、京都大学 IPS 細胞研究所所長の山中、深夜は結果を見てから基準を決める。科学でこれをすると信頼性が揺らぎます。負の対策が科学から政治に移ったことを意味します。大阪府民として非常に心配ですと懸念を表明した。6月12日には大阪モデルの催味直しに着手し、 会議の中では感染収束のスピードを直近1週間の感染者数を累計の感染者数で割った数字で予測する経地の考案者である大阪大学の中野隆教授が大阪、兵庫の往来自粛や緊急事態宣言に伴う大規模な休業要請について効果がなかったと発言した。吉村はこれらの見解に対しその時の判断として必要だったと思うが 一つの有力な意見だと強い関心を示した。その後の情報公開請求で吉村と中野は6月4日に事前に意見交換をしており、吉村は専門家会議で自粛は意味がなかったとどんどん発信してほしいと要請していたことが明らかとなった。修正版の大阪モデルは7月3日に決定され、1経路不明者数2経路不明者数の全周飛散直近7日間の 累積新規感染者数の1すべてを満たせば、期信号、四期信号が点灯した日から二十五日以内に、重症者の病床使用率が七十パーセント以上を満たせば赤信号となる内容で、従来のモデルより期赤信号を点灯しにくくした。大阪モデルの指標の一部に考え方が採用された、刑知の予測では7月上旬には感染者数がピークアウトする見通しであったが、 その後も感染者は増え、刑事による感染状況の予測には狂いも生じた。第2波うがい薬会見7月12日には、中世版大阪モデルのキシン号が点灯し、7月22日には1日の新規感染者数が過去最多となる121人に上ったが、吉村は7月23日から始まる4連休について、 不民へ外出の自粛要請はしない考えを示した。7月28日の対策本部会議では、高信号、点灯以降も繁華街の人出がほとんど減っていない、データが示され、高信号の大きな効果はないとの懸念が示され、同日に一部施設に休業を求める、高信号2の基準を決めた。8月4日、吉村は、松井一郎大阪市長、大阪は、 ビキの医療センターと共同で記者会見を開き、嘘みたいな本当の話をさせていただきたい。ポビドン用土を使ったうがい薬を使ってうがいをすることでコロナの陽性者が減っていくと述べ、イソジンなどのポビドン用土を含むうがい薬で1日4回うがいをしたコロナウイルスの陽性患者だとうがいをしていない陽性患者より大気での PCR 検査の 陽性率が下がるとする研究結果を公表し、府民には、うがい薬で8月20日まで、集中的にうがいを励行してもらいたいと述べた。この会見は、当初、医薬品、医療機器法との関係を考慮して、イソジンなどの個別商品名は出さず、効果があるなどの表現も控え、府が協力して、研究を継続するという内容に留める、方針だったが、吉村の意向を踏まえて変更し、 おびドン用土うがい薬によるうがいを励行してくださいと明記されたフリップを追加するなどした。これを受け全国で同種のうがい薬の品切れが相次いだが、翌5日に、厚生労働省は国として推奨する段階ではないとの見解を示し、日本医師会の中川俊夫会長も科学的根拠が十分ではないと指摘した。また、うがいと風邪の関係について詳しい。 京都大学医学部の河村隆名誉教授は、風邪の場合だと過去の研究では、水でのうがいとうがい薬でのうがいに感染率の差はないとした上で、ポビドン用ドはウイルスだけではなく、もともと口の中にいる細菌を根こそぎ絶やして、しまい返って防御力が落ちてしまう可能性もあると指摘した。吉村は、同日の記者会見で予防効果があるとは一言も言っていない。 僕が感じたことを喋り、それは間違いだと言われたら、僕自身、言いたいことが言えなくなるなどと釈明し、買い占めや転売をしないよう求めた。一方で2021年4月25日には、シンガポール国立大学病院の研究者らは、コーマラリア薬のヒドロキシクロロキンとポビドンヨードの喉スプレーがそれぞれ、新型コロナウイルスの感染が激しい密の環境で、感染拡大を鈍化させる。 一定の効果が認められたとの研究結果を発表した。シンガポールの寮で集団生活する外国人労働者を対象に試験調査したところ、6週間後の陽性率が50%弱とビタミン C 服用を服用させたグループ陽性率70%より低かったとされる。8月中旬には府内の重症者数が半月で3倍以上に急増した。 吉村はこれについて、同月14日、大阪では死者を減らすため、できるだけ、早めに、人工呼吸器をつけていると聞いていると述べたが、この発言に対し医療関係者からは事実では、ないとして、吉村の誤解を指摘する声が、相次いだ。第3波、医療非常事態宣言発令、二度目の緊急事態、宣言10月下旬から府内の新規感染者数が、 増加傾向に転じたが、吉村は11月中旬まで、一人数とが感染対策の意識を高めることが最も有効な手段と強調し、特別な対策を取ってこなかった。11月11日に、府は静かに飲食することやマスク着用の徹底を呼びかけたが、夏の5人以上での飲食自粛より弱い内容だった。 11月18日の町内会議では、健康医療部が最悪の場合12月8日に病床が足らなくなるという分析を示したが、第1波、第2波での試算が当たらなかったこともあり、危機感は共有されなかった。府の1日の感染者数が370人に上った11月20日の対策本部会議でも、吉村は北海道では始まっていた時短営業の再要請について、 慎重姿勢を崩さなかった。しかし、翌21日からの3連休で過去最多の感染者数の更新が続くと、府は、急遽24日にも対策本部会議を開き、帰宅と中央区の飲食店などに時短営業を要請する方針を決めたが、11月末時点での実質的な病床使用率は86.7%にまで上昇しており、医療関係者からは、 対応が遅すぎると強い批判が上がった。また、新規感染者が増加した10月下旬には、吉村と松井一郎大阪市長は、大阪都構想の住民投票の投開票を前に、現実街頭演説に立っており、府庁内からは、知事は都構想で頭がいっぱいだったの指摘も出た。情報規制によってコロナ不安を沈静化するため、11月11日には、 大阪府本部会議において全国で唯一となる患者情報の個公表公表廃止を決定し政府の一部統計に大阪府の情報だけが反映されない状態にした11月30日には新型コロナの重症者だけを受け入れる大阪コロナ重症センターの第一期分が完成したが患者の受け入れに必要な医療従事者は確保のめどは立っておらず 大阪府医師会の重松重都会長は以前から病床は余っていても運営するスタッフが足りていないと言ってきた。ずっと議論してきたのに慌てて対策を講じても遅いと府の対応を批判した。12月3日に吉村は自粛は意味がなかったとどんどん発信してほしいと述べていた従来方針から転換させ医療非常事態宣言を発令し、 不民に対し不要不急の外出を控えるよう呼びかけた。また、12月5日には出演した民放番組で自衛隊に看護師の発見を打診していることを明かした。これに対しては自衛官出身の佐藤正久参院議員が自衛隊は便利屋ではない。それを理解した上で緊急対応の必要性から要請内容を具体化して要請するのが基本と指摘し、 吉村が便利やと思ったことは一切ありませんと応酬する一幕もあった。12月10日には和歌山県の人志坂吉信知事が大阪が危ない、日本も危ない、と題するコラムを県公式サイトに載せ、人志坂はこの中で以前から何度か府に対して爆発的な感染拡大が起こらないようアドバイスをしてきたことを明かし、医療崩壊を防ぐため、 陽性者の隔離や検査の強化といった保健行政の機能強化を訴えた。吉村はこれに対し、貴重なご意見をいただいているとした上で、和歌山と言い合うつもりはないと述べた。2021年1月4日には感染拡大を受け、関東の1と3県の知事が国に緊急事態宣言の発令を要請したが、同日吉村は、大阪は、現状で、 感染急拡大を何とか抑えられている。今の段階では国に対して要請するつもりはないと述べた。しかし、府内の新規感染者数は6日に560人、7日に607人と2日連続で過去最多を更新し、吉村は7日に明らかに感染拡大の兆しが見えている中で先手の対応を打つべきだと述べ、一転して兵庫や京都と調整し、 緊急事態宣言の発令を要請する考えを示した。2月1日の府の対策本部会議では吉村が政府への宣言解除要請を判断する独自基準、策定を急遽表明し、4日には一新規感染者数の直近1週間平均が300人、以下に重症病床使用率が60%未満のいずれかを7日間満たした場合に専門家の見解も踏まえて、 解除要請を決定すると決めた。政府は解除基準について重症病床使用率の目安は50%としており、政府が示す解除より緩い内容になっていることから、不専門家会議の座長を務める浅野和則、大阪大学教授は、一2のいずれかではなく、両方を満たした場合に解除を検討するよう求め、一部の府幹部も、 病床率の基準に異論を唱えたが、吉村は国がダメだとなれば、国に説明責任が生じる。府として宣言に相当しないと考えたら、解除要請はあるべき姿じゃないか、などとして押し切った。大阪府は8日に1の基準を満たしたが、直近7日間の重症病床使用率は62から70%となっており、9日の対策本部会議では解除要請に、 対する医療関係者らの反発が強く、要請を見送った。最終的に2月23日に、大阪、兵庫、京都の三府知事で政府に対し2月末をめどに、緊急事態宣言を前倒しで解除するよう、要請した。第4波3度目の緊急事態宣言2月10日に、吉村は朝日放送テレビのキャストに出演した際、 緊急事態宣言解除後の感染症対策として、会食中に喋るときだけマスクを上げ下げる、マスク会食の義務化を飲食店へ要請する考えを示したが、府の対策会議では、マスクの表面を触るのはお勧めしない、誤食、目食が有効などの意見が、指揮者から相次ぎ、表面には触らず、紐を持って上げ下げするという折衷案で着地点を見出した。しかし、 これについても専門家からは、人に移さない部分では有効だが、自分自身が感染しないという意味では、不十分。顎にずらすというのは感染症的によろしくないと指摘を受けた。府は宣言解除後のリバウンド対策として、大阪市内では飲食店に対する午告時までの営業時間短縮要請を続けたが、3月下旬には、 区内の新規感染者は300人台へと急増し、吉村は3月29日、まん延防止等重点措置の適用を政府に申請するとともに、マスク会食の徹底や飲食店へのアクリル板屋に、酸化炭素ノードセンサーの設置を呼びかけた。アクリル板の設置などは宣言解除時でも要請できたものであるため、府医師会の重松茂と会長は、宣言が解除された時から、 飲食店の感染対策を進めるべきだったと苦言を呈した。4月5日には大阪などにまん延防止等重点措置が適用されたことを受け、府市の職員計40人でマスク会食などの飲食店の感染防止対策をチェックする見回り隊の運用を始めたが、マスク会食の推奨については専門家からは マスク会食なんかを進めたら、会食していいと言っていると誤解される。なぜ会食禁止にしないのかなどの批判もあり、13日には1日の新規感染者数が1000人を超えたことを受け府も、少人数でのマスク会食も控えるように呼びかけるなど、軌道修正を余儀なくされた。また、2月に緊急事態宣言が解除されたことを受け、大阪府は3月初旬。 医療機関に対し重症病床の数を不内全体の確保計画で150床と定めるフェーズ3の状態まで減らすよう要請しており、医療機関は病床を減らし、すぐに使える重症病床は減少していったが、3月下旬になって新型コロナの感染が急拡大し、大阪府は3月31日に再度重症病床を最大限確保する。 要要医療機関に要請を出したしかし、一旦減らした重症病床をすぐに戻すことは難しく、4月7日に大阪府は医療非常事態宣言を再度発令した。大阪府内の重症患者用の病床が逼迫していることを受け、4月6日には軽症、中等症病床でも重症患者を見るようになり、12日に府は 普及の手術の延期など、一般医療を一部制限して、病床を追加確保するよう要請。15日には、軽症、中等症病床の重症患者も含めると、重症病床使用率が事実上100%を超える事態となり、20日には、新型コロナウイルスに感染した大阪市内の男性の救急搬送先が見つからず、 救急車内で1日半ほど待機する事例も発生。同20日の府の専門家会議では、座長の長屋が医療崩壊と言っていい状況だと指摘した。同日には政府が大阪府などを対象に3回目の緊急事態宣言を発令する準備に入ったが、2回目の宣言解除後大阪で感染が拡大したことで、政権内からは吉村の手腕を疑問視する声が紛失した。 4月21日に吉村は記者会見で新型コロナウイルス対策強化のための令和3年度一般会計補正予算を専決処分したと発表した。飲食店への協力金費用約1221億円や二酸化炭素濃度センサーの設置助成金約116億円のほか、飲食店への見回り隊の関連費用は約2億円盛り込まれた。 見回り隊は3回目の宣言が発令された。同25日からは、巡回範囲を船井全域に広げた上で、不死町村職員と業者がペアを組む600人体制とした。この見回り隊はアルバイトも多く、ネットでは、大量募集時給1300円飲食店、見回り業務、といった募集もあった。また、店外からチェックするだけであったり、 すでに閉店した店ばかりのリストを手渡されていたりなど、ずさんなチェック体制も報じられ、飲食店からは、こんなのに税金使っているなら、俺たちの支援をもっとやってほしいとの意見も、多数寄せられた。第4波では、大阪府での死者が多く出た。累計死者数は5月22日時点で2114人で、人口の多い東京都の2015人より多く、 府が第4波とする3月1日以降、5月21日までの死者は973人で全国の22.7%を占め、2番目に多い東京の634人を大きく引き離している。同期間の10万人あたりの死者数は、大阪府が全国最多の11.0人で、東京都の4.6人の2倍以上だった。 5月1日から31日までの1ヶ月間の死者数は859人と月間の死者数としては最多で1月の347人を超え倍以上となった。3回目の緊急事態宣言が出た4月25日以降、6月4日までの約1ヶ月で大阪府では25,161人が感染し、1,051人が死亡した。こうした現状に、 医療現場からは、2回目の緊急事態宣言を前倒しで終了し、重症病床を削減させた大阪府の責任を訴える声もある。こうした批判もある中、吉村の対応について、立憲民主党の枝野幸男代表が5月10日の衆院予算委員会で3月1日に重症病床の確保数を3割減らす通知を出している。病床不足に輪をかけたと批判した。 6月4日に吉村は現場の要請に応じて運用病床を減らすとなるとどこかの立憲民主党代表から吉村が病床を減らしたんじゃないか。一番悪いのは吉村だと言われないようにしないといけない理解のない野党第一党党首に一モ門をつけられたら鬱陶しいなどと主張し反論した。また大阪府の時短協力金の支給は2月に受け付けた第一期ですら 4月下旬までの支給率は約5割にとどまり、吉村は負の人員体制を強化し進めたいと述べた。5月中旬時点での第1期の協力金の支給率は緊急事態宣言が出された都府県の内大阪を除く10都府県が8割を超えたのに対し、大阪が56%で最も低かった。吉村は第1期の支給遅れに対し、 5月18日に同月中に支給完了を目指す考えを示したが、6月中旬、時点での支給率は78%で、11都府県の中で唯一90%台に達しなかった。協力金の支給をめぐっては、東京都が民間委託で300人、都職員300人の600人体制を組み、迅速化を図ったのに対し、大阪府は、 民間委託が200人体制なのに対し不職員は3月末まで2、3人だけで対応しており民間への丸投げが支給送りを招いた。ありがとうございます。